イエーイ。おー、いい音、いい音。シギ、シギオレ。待ちました。待ちました。はい。担当します。はい。今日一日、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しい料理ができてればいいなと思います。乾杯。乾杯。はい。シギ、シギオレ。シギオレ。でこれちょっとその話して、私の手立てで美味しいワインを食べて、もうこれでした。すぐに食べて、完全に料理番組チックなんだね。ほぼ料理番組で、ノウハウを買い出しして。で、味が薄くて、かなり薄味で作ってますけど、はい、もう一つ、蒸しなめ。うん、これは料理名で言うと何ですか？鶏のもも肉の煮込み。至ってシンプルな。ホタテバター。ホタテバターです。カメラに見せてほぼ味付けも何もしてない。どこでも。あ、うまっ。水で湯がいただけですけど。うん、そうですね。鶏を、皮を剥いでぶつ切りにして、結構低温で長時間。80度で1時間半ぐらいですね。そこで。料理には、うん、はい、ノラ、間違いなくノラです。美味しい、美味しい、うん、皆さん美味しいですか？うん、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 伝わるかな、伝わるかな、これね、おう。なんかすごいクリエイティブに編集するのが好きなんだけども、この原点で箱分けという番組を盛り上げていくときに、じゃあテロップもつけなきゃいけないじゃん。そうですね、すごいカロリー量だと思う。そうですね、才能のあるクリエイターを入れたいと思う。あ、いいですね。そう、いいですね。募集しましょうか。募集しましょう。第5話目にして、第5話目にして。まあでもそういう企画もちょっと別で走りつつね、若いクリエイターを育てるっていうところが、はい、ちょっとじゃあ、ね、第何回目でこの人がクリエイターとして、はい、クリエイターにやってくれたっていう、うん、ちゃんとクレジットも持ってて、いいですね、ね、ぜひ。函館、しかも函館出身。あ、すごい縛りが、ね、うん、でもやっぱりね、その中からこう次の次世代の、ね、そうですね、こうクリエイティブのスターが出てきたりとかね、かもしれません。っていう、そうなんかこう普段そういうこと言わない人間がなんとなくそういうなんかこう10年後みたいなことを言い始めたりとか、うんうん、だからそのね、ベンチャーでライブやりたいのもそうだし、だからそのそういうちょっとこう突拍子もない大胆なことを言わせてしまう土さんのそう魅力というか、魅力はね、うん、なんかこう一緒に何かやったら、あ、なんか何でもできるかもっていう思えるようなスーパーマンみたいな人。逆にツッチーさんから見て、テンさんとどういう、いや、もう今のもうそのまま。ああ、そうですか。同じ印象ですか。まあ、テルさんに会えた人生と、うん、会うことができなかった人生はもう180度ぐらい違いますよね、多分。なるほど、想像するに、うん、そうですか。対局で、対局、いや、本当、出会った瞬間に、なんかやっぱりちょっと変わりましたよね、人生が。一人でこう、どっか行きたいと思うこともなかったような、まあ、函館とか入ってくるけど、はいはいはい、ベネチアで、ね、うん、しかも、行ったことのないベネチアに、一週間前に、久々さんに、うん、来週行っていいですかっていう、うん、なんかその連絡をする、なんだろうね、その、なんかこう、行動力をかき立てる何かがある人っていうか、今までそういう人に出会ったことはないですか？分かんないんだけども、うん、ここまではっきりそのベネチアにいるっていう存在がいなかったから、日本にいるから、そう、たとえその何かかき立たされたとしても、うん、そういう人は日本だったらどこでも行けるわけじゃない、うん、それが広島でも九州でも、うん、北海道のね、うん、最北端でもすぐ行けるんだけども、ベネチアってなかなか行けないから、まあ、距離も良かったっていうのがあるってことですかね。いや、でも距離の問題じゃないかもね。いや、本当にこう包容力なんじゃないか、そもそも
何でもあちょっと相談したいなと思える人であったっていうか、うんうん、今までその俺って人に相談したこと一切ないから、ね、あんまりしないしないですよね、言わせもかないし、そう、そうだからその一人で、うん、あの解決するタイプなんだけども、あの時だけはなんかこう自分の人生どうしようかなって悩んだ時があって、うん、この先何があるんだろうと思って、うん、そのね、20万人ライブやったし、幕張もね、普通にこう2万人とか5万人とかどんどんやって、なんかその後このまま年を置いていくだけなのかなと思って、うん、夢ってなんだろう、夢見ていこうぜって言ってる自分がそんなに夢見てないっていうのにちょっと焦りを感じて、なんか一時ちょっと言わない時期とかありましたよね、ライブでそれ、そうそうそう、あの言葉を、あれ俺の夢なんだろうと思った瞬間にすぐ電話して、で一緒が置いていいですか、でパッと言ったら、ちょうどビエンナーレっていう4年に一度ですか、2年に一度ですか、はい、その世界中の美術家とか技術家があの作品をこう展示して、でこうね、芸術の街ベイジャーでこういう世界があるんだっていうのをなんかこう伝える場所なのかな、でそこにちょうどなんかこうタイミングよくビエンナーレやった時に行って、じゃあビエンナーレ、全然知らなかったけど、ちょっと行ってみましょうって言ったら、北野武さんの作品があって、で土田さん の, その橋の作品があって、はいはい、静岡のそ う, そう、はい、あれがね銀賞受賞した、あれが本当に新鮮というよりももう衝撃的すぎて、こういう世界があるんだとか、僕もあれ一緒に行った時すごい衝撃的で、オーストラリアパビリオンとスペインパビリオンに行った時に、ああこれこうこうこうって次のステージこういうの作りたかったんですよみたいなこと言ってたので、まあ常にこう芸術を見ながらそこに彼の経験を重ねながら未来を見てるっていうか、なんかね、いい芸術っていうのはすごいすごいいいなって思わせる芸術はすごいです。で思ってるのはやっぱりこう、まあジェイさん、ガガーさんの前だとやっぱテラさんってすっごい気遣いだから、こういろんな友達とか、まあ、いろんな方をお会いするときにやっぱりすっごいこうケアされるじゃないですか、気遣われるというか、それがなんかあのこの家というかここに来たらなんかこう子供の部分というかなんか、ね、親に対して強く言えるみたいな、ね、息子になる、なんか、ね、本当に函館で来ると息子になってなんかそれが、それがなんかすごい親しか言えない、だからそれがすごい、それすごいわかる、それが、ね、家に帰ってるというか、それがすごいっていうよりも、それを仲間たちに見せる、見せれる、そうですね、そうですね、隠そうと思えば隠せれるじゃない、そういう風に接するもんね、だからなんかあの昨日もそうだし、なんかこうなんか正月の年末みたいな感じがあるっていうのは、多分そのこう年末感みたいなところがあるんだろうなっていうのはすごいなんか感じてますね。そうね、はい、まさに性格知ってるから性格を知ってるから性格知ってるからね、まあ東京ではいいだけね、ストレスは自分はないとか言うけれども、函館来るとそれを十字架側にぶつけるわけ、いやいやそういう小さな男ではないと思う、自分で自分で頑張ってるけど、そういういろんな意味で、ね、いろんな意味でストレスじゃなくて、はい、ストレスをぶつけてるんじゃなくて、はい、めっちゃ気になるだよ、はい、だから音を立てるとか、だから本当になんかそのホームというか、原点が函館にあるっていうのは、今回の企画は本当そういう意味で、なんかいい企画だなっていうのが、素晴らしい、でも本当にちょうどあの原点回帰っていうで、今年の夏多めに夏休みを取って、であの、まあ、コロナがあってイタリアって結構重大な問題まで、あの至ったり、あとその直後にウクライナが、まあ、テイさんもよく知ってるけど、僕のスタッフもウクライナの人全部いたりして、結構ねそういうことでいろいろなことがあった中でも作品を作り続けようということで作り続けたわけなんだけど、やっぱりねどっかに被害者妄想的なこう邪念みたいなものがあるのに気づいたの、ちょっと前に、なんかこんな時代をそれでも戦ってるんだみたいな、
そういうのを、そういうのをもう、あのもう古いっていうか、うん、もうそういうのもやっぱり乗り越えてっていうかテーマにもしたくないし、うん、そうすると一回ゼロに戻すしかないなと思って、それで僕も原点っていう言葉をあの頭の中で思い浮かべて、あ、そうなんですか。何ですか。もうリンクしますね。それ以外ないよ、それ以外方法はないっていうか、だからまあ夏ちょっと久しぶりにもう夏休みこんなに長く、うん、あんなところで暮らしてサチコチったりするんですけど、そしたらその原点っていうあのビデオを見ていただいて、うん、それこそ来ていただいて京都の展示もバンゼロって原点っていう、あ、だから僕はなんかその絵を始めたきっかけっていうところになんか今いろいろこう作品とかが出回ってきて、はい、ご覧ください。さて皆さん、演舞の中はメインディッシュいきたいと思います。クロスタウンモニカという、はい、超高級モニカ、はい、ここで予約取れない、はい、エンターテインメント、いろんな曲をマッチングが多くて、本当にこう、低音でしていただいていきたいなと思いますので、皆さん、この焼くのも、ぜひとも楽しんでいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとう、モニちゃん。ありがとうございます。ずっと言ってたんですか。はい。食べたいやつ。まさかの、まさかのカーブセーフをいただきました。これどっちだ、イタリアの、はい、くのさんから、そう、案外ね、切実だったりしますからね。神々ですね。言えてなかった。ハックアップハードディスク、あれ、あ、大事。これね、違うよ、オンタイムに欲しいやつ、ね、そう、オンタイム欲しいやつ、ピンデカが隣に、はい、あ、いい、あ、いいですよ。で、カメラさんとこちょっと目立つよね。一応持ってじゃあカメラさんからもう